はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト期間限定復刻機体修正、レベル6解放のお知らせしていきたいと思います。今現在アストレイゴールドフレームアマツのイベントが行われております。これに追加で、ガンダムシードアストレイシリーズより復刻で、アストレイレッドフレームとブルーフレームセカンドリバイが登場となっております。まあ、期間限定復刻ということでこちらも、もう始まってますが10月12日13時59分までとなっております。またこのレッドフレームとブルーフレームの方は機体修正が行われてますので、多少ね、調整が入ったということで、まあ、リンク先の方にね何が入ったのかちょっとまた貼っつけておきたいと思いますんでね、ぜひご確認ください。あとレベル6解放のお知らせが来ております。ゲイツとリンの方が機体レベル6解放となりました。まあシードシリーズがねいろいろ復刻やこうレベル6来てるということなんでね、せっかくならこれを機会にねまたちょっと実況で使えたらいいかなと思っております。はい、それでは、今回ねお知らせということでこのぐらいにしたいと思います。それでは皆さん戦場でお会いしましょう。失礼します。